クラウンコロニー級軽巡洋艦とは、イギリス海軍の軽巡洋艦であり、艦名に、イギリスの植民地の名を冠するためこの名がある。二つのグループに分かれ、第一グループ八隻を、フィジーグループ、第二グループ三隻を、セイロングループと称する。本級は、イギリス海軍が1936年に締結した、第二次ロンドン海軍軍縮条約に基づいて、巡航させた、軽巡洋艦である。 1922年、ワシントン条約により、主力艦の保有量を制限された日本海軍は、従順洋艦の充実により劣勢を補おうとした。1930年に、ロンドン軍縮条約により、従順洋艦に政権が加えられると、今度は、大型軽巡洋艦最上型従順洋艦の建造によりこれに対抗した。それに対抗しアメリカは、ブルックリン級軽巡洋艦、 イギリスは、タウン級系巡洋艦を完成させた。1936年、第二次ロンドン軍縮条約の内容に基づいて、タウン級をもとに開発されたのが、クランコロニー級系巡洋艦である、前後の背負い式3連装砲とを4基離れた2本の煙突と間の航空装備、等式環境等タウン級をタイプシップとした。しかし名前の由来となった、植民地の警備等で平時から、 数が必要なこと、さらに戦争の脅威も近づく中で、イギリス海軍は戦力を大幅に増量させるため、排水量を8000トンに抑えることとした。そのため船体を一回り縮小し、煙突とマストは直立となり、装甲は、配分を、改めて原則側の装甲を1 1 4ト、mm、ルから83から8 9ト、mm、ルへ薄められている。さらに艦備は、 丸いクルーザースターンから角張ったトランザムスターンに変更された。1940から43年に11隻が収益し、主に戦乱護衛に活躍した。初期の危機的な戦況で完成の遅れた艦もあったが、後期になると数軸国の水上艦艇の脅威は減少し、むしろ航空機の攻撃に対抗するため大部分の艦が X 砲塔と搭載機。 カタパルトを下ろし対空兵装を増強した。後期の3隻は、最初から改装後の状態で収益したので、正論と呼ばれる場合がある。それに対し最初の8隻は、フィジー級と分けられる場合もある。クラウンコロニー級建造後、設計の段階から第三砲塔をなくし、対空兵装を増強したのが、マイノーター休憩巡洋艦である。対戦中に、フィジー、トリニダードの隻が戦没し、 戦後ガンビアはニュージーランド海軍、ナイジェリアはインド海軍、セイロンとニューファンドランドはペルー海軍、ウガンダはカナダ海軍に譲渡されて1980年代まで活動した。写真はバミューダ。竣工後の艦姿がわかる基本デザインはサウサンプトン級をベースにしており、選手楼型船体を踏襲している。軽い視野のついた艦首カンパンから、 主砲塔を背負い式で2機、船体に比して、大型の塔型環境と一番煙突の間に、軽量な三脚章が立つ、一番煙突と二番煙突の間は、水上吸運用スペースとなっており、守備線方向に対し直角に埋め込まれた、カタパルトにより、左右方向に艦載機を射出する。運用するクレーンは二番煙突を基部として180度の、 旋回角を持ち関西艇の要衆収めも兼ねる。二番煙突の背後のスペースは、中央部が関西艇置き場、原則甲板上に魚雷発射管を置き、それを挟むように連装広角砲が片元二機ずつの軽四機を配置する。三脚式のミズンの背後に、後ろ向きで主砲等二機を背負い式で配置する。主砲は、サウサンプトン級より引き継がれる。 マーク育水 15.2cm 砲である。中央部の方針が奥まった特徴的な3、連装砲塔に収めた。その性能は、同世代の連合側では、軽い 50.8kg の砲弾と、最大射程 23,300m という比較的、平凡なものである。不要能力は、行角45度、深角5度である。各砲塔は、単体守備線方向を0度として、 左右150度の社会を確保する。発射速度は毎分8発であるが実用上は6発程度であった。写真は原則に2機配置された1 0 2トル連装広角砲。広角砲は1930年型1 0 2トル広角砲を引き続き採用している。 1 5 9キログラムの砲弾を行角45度で1 8 1 5 0ル、最大行角80度で1 1 8 9 0ルの高度まで到達できた。左右方向に170度旋回でき、不行は行角80度、深く10度であった。発射速度は毎分15発だった。これを連装砲画で4機8門を搭載した。 他に 4cm ポンポン砲を4連装砲画で2機、12.7mm 機銃を4連装砲画で4機搭載した。魚雷兵装は 53.3cm3。連装魚雷発射管を片元1機ずつ、計2機装備した。機関は、アドミラルティサンド動式重油戦勝水管艦,艦4機に、パーソンズ式、オールギアードタービン4機4軸と組み合わせて、 最大出力 72,500SHP、最大速力31.5ノットを発揮した。機関配置は主管を2機ずつを前後に分けて配置するシフト配置を採用している。そのために煙突の前後が広く離れている。出力はサウサンプトン級の8万 h p から 7,500HP の減少となったが船体形状の小型化により速力31.5ノットを発揮し、 速力12ノットで1200回里を航行することができた。ありがとうございます。